ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ただ走り出せ、走り出せ、空高く、果て果てし。明治学院大学ムジックスピールから来ましたわらじです。よろしくお願いします。務めさせていただきます。鳥ということで緊張しますね。頑張ります。本日わらび5、すいません噛みました、5曲やらせていただきますのでね、早速次の曲に行かせていただきたいと思います。それでは2曲連続でお聴きください。嬉しい、楽しい、大好き、ラブラブなカップル、フリフリで中です。
ビドビスパッパシュビドビシュビドビスパッパッパララシュビドビスパッパシュビドビシュビドビスパッパラドゥアイエイエイドゥアイエイエイドゥアイエイエイドゥアいつでもあなたがよかった大学ムジークシュピュールムジークシュピュールって読むんですよ。そうなんです。よくしいんですなんか多大の人とかにあ名学のあのミュージックスペシャルみたいなそう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 ねしっかり今日はあのサークルの名前を覚えてほしいなぜひねムジークシュピュールなんです。じゃあちょっと皆さん一緒に行ってみましょうか。明治学院大学のせーのムジークシュピュール。ありがとうございます。まあ全部難しいからね。難しい。僕もあのサークル去年の4月に入ってから何月だっけ9月まで自分のサークルの名前はあの言えませんでした。なんかそう難しい。通称 MS とかそうそうなんです言われてるんですけど MS で覚えてください。もう MS で覚えてワナビーやっぱ覚えてもらいたいですね。ワナビー覚えてそう自分たちワナビーです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますということで今日はね暑い中ね、皆さんこんなたくさんのお客さんに来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。暑い暑い夏ですね。まあ、夏休みといえばですね、大学学生の方は多いと思うんですけど、地方からこっちに上京してきているという方はこの中に何人ぐらいいますか。ますか、地方。あ、はい、はい。ちなみに、どこから栃木。栃木。宇都宮餃子ですね。栃木餃子ですね。で誰か静岡の方はいませんか。いないんだ。はいないんです。わなびーもね、こう二人僕たち静岡県民なんです。まして、しかも今日ね、今日この後帰るんです。
この2人ともキャリー持参でライブキャリー持ってきました。はい、なんか遠征してるみたいな感じになったんですけど、どこ行ってもって感じだよね。まあ違う曲行きますか。ちょっとまだ早いね。もうちょっと早い、まだちょっと早い、ちょっと早い。夏、夏といえば夏、海、自分海行きました。海行ってないですね。ごめん、なんか喋ろうとしたでしょ。ちょっと喋んないわ。あ、ごめんね、じゃあ水飲んでて。ああ、去年、ね、去年の夏までね、自分ちょっとアカペラと一緒に男子ラクロス部に所属しておりまして、で夏週5なんですよ。この暑い中週5やっていまして、死にまして、やめまして、そしたら8キロ太りました。8キロ太っちゃいましたね。だから野中くん、海なんて行けないんですよ俺は。8キロ、それはそうですね。僕もちょっと大学入ってから5キロ太りまして、ちょっと行けん。ほんと知らなかった。うん、悩みなんですよ。だから炭水化物抜いてるんで。女子だな。なんか4月あたりから、あ、やべえ、そろそろだ、そろそろ痩せなきゃってなってきて、5月、あ、やばいやばいやばいってなって、6月、よし運動しようって始めたんだけど、なんか7月に入ってテスト期間で、今テスト期間だからで、なんか運動したらその後もテスト勉強できないじゃないですか、疲れちゃって。そう、ね、できないですよね。できないできないんですよ。で、まあテスト期間、よっしゃ頑張ったぞ、海行こう、あれ痩せるの忘れてた。まあ、でね、この時期になるとね、や、来年行けばいいやつ、ね、そうそうね、それの繰り返しで、僕、中2から行ってないです。お、中2からもう海とかプール行ってないです。川ばっかりでした。川だったらなんかあんまり人いないから、川だったらいいかなって。まあそんな感じです。OK。 じゃあ、ね、喋ったところで次の曲に行かせていただきます。次の曲は、わなび基本、私しもじって言うんですが、しもじが沖縄出身です。宮古島出身です。で、しもじがリードを取らせていただくんですが、次の曲はゆいさんのハローをお届けするので、わなびの可愛い女子陣が回してリードを取らせていただきますので、お願いします。うぬぼれんなよ。お願いします。うぬぼれんなよ。ちゃんと気がさせてくれないでしょうか。聞いてください。
まあまあ可愛かったんじゃないの。初披露だと思って。まあ60点ぐらいかな。結構低いんだね。うん、調子乗るなと。まあまあ釘は刺されるということですね。まあね、下地はやっぱりわなびの真ん中にね、戻らせていただきますよ。まあ、気にするわけですね。顔ですからね、わなび。顔です。譲りませんよ、真ん中は。いや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 。めっちゃ、ね、乗り越えすごい、すごい嬉しかった。手拍子ありがたいですね。ありがとうございます。でもね、ちょっとあまり思わせぶりしちゃうと本当に本気になっちゃう。そういうのないから慣れてないの。そう、どんどん乗ってください。お願いします。どんどん乗ってください。はい、ではここでバナビの告知をね、投げて回ってね、打ってたろ、打ってたろっていう、この、どうですかね、今の。面白くないですか。面白くない。あの、打って変わってじゃなくて、投げて変わってみたいな。ちょっとこれだけはね、今日やろうって決めてたんだよね。え？え？ 60点よかった、投げてもらってよかったね。よかったよかったよかった、うん、はい、それではここでね、この夏わなび3つのライブに出演させていただいて、今日含めて、そう、今日含めて3つのライブに出演させていただくんですが、次が8月20日次が20、どこですか。池袋。はい、池袋。はい、ルイド K3 というライブスタジオでやらせていただきますね、夜だね。夜ですよ。夜だよ。はい。夕方から。はい。あと次が9月の2日。2日。はい。これはどこですか。頑張れ。エビナ、エビナ。はい、池袋ですね。これも池袋ルイド K3 でやらせていただきます。こういったね、情報をわなびツイッターをやっていまして、ツイッターでこちら。今作ってきました。大丈夫ですか、見えますか。ちょっと透けちゃうから、こう服の。ツイッターわなび MG、 これ MG 明治学院大学の、はい、やるなので、わなびアンダーバー MG12 で検索していただければわなび出てきますんで、ぜひフォローお願いします。お願いします。お願いします。わなびアカペラでも出る。わなびのカメラ出てますか。ちょっとすごい喉乾く。じゃあなんかこの後つぶやけばいいんですよね。あ、そうだ、そう、つぶやけばいいんだ。それでつぶやくんで、なんでつぶやこうか。え、なんかライブワードみたいな。静岡帰省とかね。静岡帰省アカペラとかじゃない。個人的に使わないで。そうしましょう、じゃあ静岡帰省アカペラで出るようにしとく。はい、お願いします。それで検索してください。静岡帰省アカペラ。じゃあ喉がツイートしてね。はい。じゃあ、じゃあ名残惜しいですが、名残惜しいですが、ちょっと最後に待ちます、待ちます、待ちます、待ちます。うちの、あの明治学院大学アカペラサークルなんですけど、皆さんちょっとやっぱり間違えるんですよ、名前を。で、ちょっとここでみんなで一緒に言ってみたいと思うんですけど、はい、もう忘れてるなんていう方はいませんかね。大丈夫ですか。 MS でしょ。 MS やっちゃダメですよ。ダメですよ。皆さん一緒にお願いします。一緒に明治学院大学、せーの。ほらね、そりゃそうだ。俺だって半年覚えられなかったもん。 OK です。ムージックシュピールで大丈夫です。ムージックシュピールで静岡来てでいいです。はい、静岡来てでいいです。静岡来てでいいです。じゃあ、はい、じゃあ最後の曲に行かせていただきます。今日はこんな温かいお客さんの前で歌えて幸せでした。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後の曲聴いてください。無責任ヒーロー。人生は誰のもの。
でした。ありがとうございます。